お疲れ様でした。した。なんか、ドラマをああやってみんなで語り合いながら見るって、いや楽しいなって思いました、ね。いやめちゃくちゃ面白かったし、もう次週気になりますよ、ね。気になりますよ。俺しずくちゃんのファンになりました。うん、もう幸せになってほしい。しずくちゃんのファンになったの。まあ確かに遊ばれてますもんね。そうなのよ。ちょっとかわいそうな感じもしてきたし、うん、いろんな人に感情移入できますよね、あのドラマって。みんなが主人公。そうそう。なるほど。最初は応援した部分あったんですけど、なんかちょっとチャラいなっていう感じもあって、うん、昔の僕を見てるみたいでね、うん、なんかね、それちょっとなんかリフレッシュと題してね、サウナ行くしね、すぐリフレッシュチャラいですよね。しかもなんか港区のサウナです。なんかね、昔の自分を見てるみたいで、ね、一言と思えないぐらいなんか感情移入はしちゃいましたね。改心しました。